えこちらでございます。ずっぴょんさんからいただきました。ありがとうございます。沢城さん、ゲストのカジさん、こんばんはなんて、そんなテンションで書いてあるの文字からよく感じ取れたね。はい。はい。お二人が揃うラジオというと、数年前に、もう無茶ぶりラジオで沢城さんがカジさんたちパーソナリティにマジ説教したラジオが思い出深いです。よくご存知ですね。私、説教した説教っていうか、ま、無茶ぶりを、 誰にでもしていいと思ってんじゃないよみたいな。<laughs> まだこう、沢城さんが、あのー、お高く泊まってた時の。<laughs> あなた変わったよね、だからね。変わったあの頃の方がもっとなんかピリピリしてたよね。あ、そううん。なんか、居場所を探すとそこがどうも、当てがわれてる気がしてたんだよね。うん、ああ、まあ、そういうね、こう、手ではあったけどね。手ね、うん、そうよ。手でしょかちくん。<laughs> どう思うれいちゃん。 書き通り <laughs> すごい、なんか、頭良くなってません、姉 <laughs> ちゃん。すごいですね。姉ちゃん頼むよ。お姉さんの味方でいてね。<笑><笑>でねはは、えー、共演された作品で、一番印象深いのが、出た。うん、ルパンザ 3rd。3rd <Third>。峰藤子という女。そうですね。です。はい。特に、 うん、女学園に潜入した6話が、はいうん、いろんな意味で衝撃的だったのですが、アフレコジュのエピソードや、カジさんから女声の参考にしたと聞いた時のお話など、私ね、これね。<laughs> もしよろしければ、この機会にお聞かせいただけたら嬉しいです、<laughs> というのを。いや、そうなんですよ、あのー、ルパン。ミネ・フジコという女、これもっともっと皆さんに見ていただきたい。 うん、いい作品いいおしゃれでねあそうだねおしゃれでセクシーでなんかあの後もあんまりあそこまでエッジの効いたものって見ない気がするうんせ、うん、め攻せめだったよねせめせめだったまあ岡田真理さんっていうのもあったけどもそうだね脚本がね、うんまあ、中でもやっぱり6話の、まあ、僕セリフね、うん、オスカーっていう警部補の役だったんですけども、うん、警部補じゃなくて、うん、女学生になる回が6話なんですよ、はい、なんとイゾルデという。 まあ、本当に女の子でやる感じでしたね、そう。いやめちゃめちゃ緊張したし。緊張したうん。なんか、しかもこう、いろいろ立て込んでて、うんうん、なかなかこう、メンタル的に難しい時だったんだけど、ああ、なるほどね。うん、だけど、まあ、精一杯やらせていただいて、うん、まあ、基本的にね、男性が、 まああれは男性が女装してるっていう話だけど、うん、一応まあ女性を演じてるわけじゃない完全にね。なかなかない機会だから、うん、まあやっぱ楽しいなって思ったし、うん、まあ岡田さんにあらかじめ、なんかそういう女の子をやる、やった経験とかあるっていうふりはされてて、<laughs> なんだろうこの質問とは思ってたら6話できたから。うん、でもやっぱ、なんだろう、う役者として楽しかったね。うん,うん、うん。だって、本当にカジ君ね、 可憐だったの、あの時。<laughs> それこそ、ルパンに、いやいやなんだっけ、あれ。お姫様抱っこかなんかされるんだっけされるし、それこそ、藤子ちゃんに、唇を奪われるかなあれなだいぶ。まあ、その後、オスカーが、あの、カジグに戻って、そうそう、カジク <laughs>。俺、オスカーって言った、ね、<laughs> 男に戻って、ってなんかワインかけたよね、私に。ワインうん ね,ってね結構ひどいことをね。したけど、その時のカジ君は本当に可憐で、おじさまっていうセリフがあるんだけど、<laughs> 本当に可憐だったの。カジ君超可愛いよってって、カジ君超イケイケだよ。<laughs> 超イケって、最高だよカジ君。マジ今までで聞いた中で最高ぐらい。おいおい <laughs> 私は感動したの、あの時。<laughs> 本当に。まあルパンのことをおじさまっているキャラクターって限られてますからね。そうだね。うん、えー。某、カリオストロそう。全部言っちゃうよね、某 <laughs> 好けて。<laughs> えー、まあ、でも光栄でしたけど。あれはね、ちょっと本当にね、カジ君ファンでまだ見てない方いたら、いやいやあの、ミニフジコという女の6話、うん、これ本当にね、なかなか秀逸、長い,いで、私が、えっとね、女教師に潜入して、あの、学園に潜り込んでるっていう話なんですけど、うんうん、私はちょっと声を低く、宝すっ 風とまでは男前の感じの、ね。そう、男前に作ってるし、うん、カジ君は女っぽく作ってるから、<う>要は、私が下がってカジ君が上がると、<laughs> オフで二人が喋ってると、どっちが喋ってるか。音程がいつもと逆な感じですね。<laughs> そうだね。わかんなくなっちゃうっていう。<laughs> うんまあ、先週も話しましたけど、まあ、声質がね、ちょっと似てるかもみたいな話ありましたけど恐縮です。いやいや、こちらこそ。私、巨人倒せるかな。<laughs> <laughs> 倒,せる倒せる、倒せる。倒チクチクしてください。いけるあと、ピカチュウとも戦わるかう。ピカチュウとは戦わない <laughs> よくご存知で。まあまあ、何にせよね、本当にいい作品ですから。本当にぜひ見てください。えー、ぜひご覧ください。うん、まあ、精一杯やらせていただいて。うん、<laughs> まあ、基本的にね、男性が、 まああれは男性が女装してるっていう話だけど、うん、一応まあ女性を演じてるわけじゃない完全にね。なかなかない機会だから、うん、まあやっぱ楽しいなって思ったし、うん、まあ岡田さんにあらかじめ、なんかそういう女の子をやる、やった経験とかあるっていうふりはされてて、<laughs> なんだろうこの質問とは思ってたら6話できたから。うん、でもやっぱ、なんだろう、う役者として楽しかったね。だって本当にカジ君ね、 可憐だったの、あの時。それこそ、ルパンに、なんだっけ、あれ。お姫様抱っこかなんかされるんだっけされるし、それこそ、藤子ちゃんに、唇を奪われるかなあれだいぶ。ま、その後、オスカーが、あの、カジグに戻って、そうそう、カジグ俺、オスカーって言った男に戻って、なんかワインかけたよね、私に。うん。結構ひどいことをね。したけど、その時のカジグは本当に可憐で、おじさまってセリフがあるんだけど、 だったのでカジ君超可愛いよっつって、カジ君超イケイケだよ <laughs> 超イケって最高だよカジ君マジ今までで聞いた中で最高ぐらい。おいおい私は感動したの、あの時。本当に。まあ、ルパンのことをおじさまっているキャラクターって限られてますからね。そうだね。ええー。某、某カリオストロー。そう。だ全部言っちゃうよね、某好きって。<laughs> ええー、まあ、でも光栄でしたけど。あれはね、ちょっと本当にね、カジ君ファンでまだ見てない方いたら、あの、ミニフジコという女の、うん、 6話。これ、本当にね、なかなか秀逸。見ていただき中で。えこちらでございます。ズッピョンさんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。沢城さん、ゲストのカジさん、こんばんはあなんて、そんなテンションって書いてあるの文字からよく感じ取れたね。はい。えお二人が揃うラジオというと、数年前に、もう無茶ぶりラジオで沢城さんがカジさんたちパーソナリティにマジ説教したラジオが思い出深いです。よくご存知ですね。私、説教した説 今日っていうか、まあ、無茶ぶりを、誰にでもしていいと思ってんじゃないよ、みたいな。えー、<laughs> まだこう、沢城さんが、あのー、お高く泊まってた時の。<laughs> あなた変わったよね、だからね。変わったあの頃の方がもっとなんかピリピリしてたよね。あ、そううん。なんか、居場所を探すとそこがどうも、あてがわれてる気がしてたんだよね。うん、ああ、まあ、そういうね、こう、手ではあったけどね。手ね、手、うん、ね。そうよ。手でしょ、カじくどう思うレイちゃん。 筋書き通り。<laughs> すごい、なんか、頭良くなってませ姉ちゃん。<laughs> すごいですね。姉ちゃん頼むよ。お姉さんの味方でいてね。<laughs> でね <laughs>、えー、共演された作品で、一番印象深いのが、出た。うん、ルパンザ・トラーッド。ーッド。ミネ・フジコという女。そうですね。です。はい。特に、 女学園に潜入した6話が、いろんな意味で衝撃的だったのですが、アフレコジュのエピソードや、カジさんから女声の参考にしたと聞いた時のお話など、私ね、これね。もしよろしければ、この機会にお聞かせいただけたら嬉しいです、というのを。<laughs> いや、そうなんです、あのー、ルパン。ミネ・フジコという女、これもっともっと皆さんに見ていただきたい。 うん、いい作品おしゃれでねそうだねおしゃれでセクシーでなんかあの後もあんまりあそこまでエッジの効いたものって見ない気がするうん、うん、攻め攻めだったよね攻め攻めだったまあ岡田真理さんっていうのもあったけどもそうだね脚本がねうんまあ中でもやっぱり6話のまあ僕セリフね、うん、オスカーっていう警部補の役だったんですけども、うん、警部補じゃなくて、うん、女学生になる回が6話なんですよ<あ>なんとリゾルデという まあ、本当に女の子でやる感じでしたね、そう。いやめちゃめちゃ緊張したし。緊張したうん。なんか、しかもこう、いろいろ立て込んでて、うん、うん。なかなかこう、メンタル的に難しい時だったんだけど。ああ、なるほどね。うん、だけど。